バスケ見ようぜ BJ TV。 こんにちは、週刊 BJ TV ニュース、レギュラーシーズン、ついに、あ、すみません、シーズン最後の、回になりました。最後ということで、今日は特別ゲストに山根健二さんに来ていただきました。山根さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。ちょっと王さんがですね、病院に行って来れないという理由もありつつですね、山根さんにゲストとして入っていただきまして、いやー、それにしても、まずはカンファレンスセミファイナル、すごかったですね。どの試合も、どの試合もすごかった。そうですね、まあ、4戦のうち3つがですね、最終決定戦までもつれるということで、今までなかったパターンですね。いやー、まあ、まずは東横浜対秋田、まあ、初戦、横浜が順位通りという形で、勝ちまして、まあ、このまま横浜行くのかなと思ったら秋田が大爆発して、雪辱をしてという形で、で、まあ、最終決定戦の末に横浜が勝利という形でしたけど、あちらの試合見られてて、どういう感想をお持ちになりましたか。まあ、横浜が2000のゲーム内容でいくかなと思ったんですけどね、やはりあったので、ね、吉田もかなり来てましたし、すごかったですね、横浜のスタンドもすごかった。ああ、そうですね、もう B コールコールがね、いやいや、今までにないようなハビネッツコールと B コールコールがもう入り混じってですね、私も会場行ってましたけれど、すごいことになってましたからね。まあ、横浜ブースターの力もあって、ファイナルズ進出という感じですかね。でもう一戦は浜松、新潟ですね。こちらは先に新潟が取るというのは正直予想してなかったですよね。で、まあ、逆転の末ということで新潟が1本取って、で、まあ、2戦目は浜松、そうですね、まあ、王者というか風格がありましたし、落ち着きましたね。最終決定戦強かったですね。いやその力をなぜ1戦目で取らないのかという疑問もありましたけどね。まあ、あれでちょっとなんていうんですかね、気持ちを入れ直したというか、うん、まあ、ファイナルズに向かってこうたるんだのを締めたというか、そんな感じですかね。まあ、ファイナル前に至っては悪いところが全て出てたんで、河合さんもね、まあ、ちょっと安堵してこれから締めにかかるんで、選手もねちょっとピリッとするんじゃないかなとは思いますね。なるほど。で逆に西側は、すごかったのは大阪京都ですか。いや素晴らしいというかね、本当に西の頂上決戦というか、いいゲームでした。まあ、大阪京都も1勝1敗で最終決定戦という形での決着でしたけれども、うん、この戦勝京都でしたからね、まあ、それも予想外そうですね、うん、はい、まあ、大阪いろいろあった中でやっぱここまで来る自力はあるのかなと思ったんですけど、ちょっとやっぱ最後踏ん張り足りなかったなっていうところでしょうかね。そうですね、うん、ついに7連連続の有明を目指してたんですけど、ついに途切れちゃったということで、まあ、京都最後は劇的なスリーポイントシュートでしたけど、いやあそこで僕も車内で見てましたけど立ち上がりましたからねそうです、はい、私はですね、 BJTV で iPhone で見させていただきましたけど、あの入った瞬間ひっくり返りましたね思わずうわーと思って、どえらいことになったなと思いましたけれど、あそこは熊戸選手っていうのは予想通りなんですかね。うん、僕日本人で来るのかなと思ったし、インサイド強いから、まあ、中でもっていうパターンはあったんですけど、まさかあそこで3ポイント。そうですね、京都といえば高さのあるインサイドっていうイメージがある中で、うんうん、3で決めてくるっていうところがまた面白いですね。まあ、でもやっぱり小野さんらしいギャンブルはしないんだけど、そこはやっぱり、なんていうのかな、今まで7年間ずっと戦ってヘッドコーチの戦略なんでしょうかね、小野さんらしい勝ち方と、いう感じですか。で、まあ、唯一、2勝0敗で、まあ、順当に勝ち上がってきたのは、琉球沖縄ですけど、うん、まあただいいゲームしてました。どっちに転ぶか分かんないなっていう。そうですね、はい、まあ、点差全然開かないでね、これはもしかしたらっていうのを感じさせるゲームを滋賀もしてくれましたよ ね。 そうね、第3戦行って最終決定戦行ってもおかしくないぐらいのゲーム内容だったし、やっぱりそれを後押したのがあの圧巻 の、 あの会場のブースターさんですよね。そうですね、さすがベストブースター、うん、いや素晴らしい、あの我々がね選んで間違いなかったなとさすがというようなブースターが、まあ、おそらく有明にも
いっぱいやってきてくれるんじゃないかなと思うので、来てくれるんじゃないかと、そうですね、出てるチームの中で一番、まあ、遠距離になりますけど、はい、沖縄は、まあ、毎年、大変多くのブースターさん来ていただいているので、まあ、逆にね他の3チームのブースターは負けないぐらい会場来てほしいですよね。京都、横浜はね初めてですし、この有明の地を目指して頑張ってきたんでしょうから、やっぱりブースターさんの後押しってすごく大事だし、チーム選手にとっては非常に大切なので、多くの方が足を運んでもらいたいですね。まあどうしても来れない方は BJTV で見ていただくと、はい、あの iPhone でもバッチリ見れますので、私もひっくり返るぐらいわーってわーってここにあのこう入り込んじゃうぐらいの感じで見させていただきましたので、ぜひ会場に来られない方は BJTV で見ていただければと思いますが、さあそのファイナルズですけれども、まあ、まず東横浜浜松どんな試合になりそうですかね。まあ横浜はね MVP 選手のバーレル選手いるし、ちょっと今勢いがあるから、そうですね、終盤からすごいですからね、やっぱりね、いいチーム作ってきてるなっていう部分もありますし、近くだからブースターさんもたくさん来てくれるかなと、最終戦の会場も非常に雰囲気良かったです、はい、まあでも新規参入で、ファイナル進むのは以前の高松以来になるし、そうですね、うん、はい、やっぱりチャンスは新規でもあるのかなっていう部分もあるので、はい、でも前年でチャンピオンの浜松は、ね、そう簡単には勝たせてくれないと思うから、浜松の経験値っていうのは、まあ、ヘッドコーチは変わってはいますけれど、ね、選手たちはねやっぱこの会場の雰囲気とかそういった部分には慣れてるでしょうから、そう、そのね、やっぱり中村和さんがファーストシーズン入った時に、はい、この雰囲気は異常だって言ってたぐらいちょっと有明は違うんで、はい、それに横浜チームがどう耐えられるかなっていう部分でしょうね、うん、なるほどですね、うん、浜松だと誰がキーになりそうですかね、うん、やっぱり僕今までいろんなところで見させてもらってもやっぱりチームの要だ、岡田君前半戦ね活躍しなかった分、はい、後半やっぱチームの本当柱だから、はい、精神的な柱でもあるから、はい、岡田君が戻ってきたということはちょっと大きいかなと思うんだよね。去年ファイナルすごかったですもんね、うん、いい活躍しました、まあ、去年ファイナルで、まあ、ずっと活躍してて最後なぜか岡田選手使われなかったんですよね、うん、で私の印象としては試合終わった後喜んでるんだけど最後出れなかったことに悔しさもあるような表情が見られたんで、そういう意味でも岡田選手ちょっとそうね、このファイナルの舞台っていうのがリベンジかもしれないですね、というところはちょっと注目したいかなというふうに思いますね。さあ対するは西京都と沖縄ですけれど、わかんない今までね有明の舞台でカンファレンスのファイナルっていうと大体大阪沖縄っていうのが毎年だったんで、初めて京都っていうところが有明でどういう戦い方をするかっていうのはちょっと楽しみですけどね、どんな感じになるのか見えないっちゃ見えないですね。見えない、まあレギュラーシーズンは京都が上回って、そうなんですよ、京都って、うん、あの全チームにどこにも負け越してない唯一のチームなんで、沖縄にも勝ってんですよね、だから唯一京都はあれだよね、炎さんがまあ、浜口ヘッドコーチがその場を有明を経験してるって強みがあるんだと思うね、はい、うん、だからそこであの、まあ、なんだろうな、外国人 NBA を経験してる、はい、ビッグな舞台を経験してる人たちも落ち着いてやれたらなんか互角にそれ以上にいっちゃうのかな、なるほど、うん、なるほど、じゃあ立ち上がりこう平常心で入ってるかどうかみたいなところが、そうだと思います、立ち上がりそこのあの異様な雰囲気と、やっぱり沖縄にはプラスブースターがついてくるから、そうですね、まるでホームみたいになりますからね、はい、そこがね京都にとっては怖いのかもしれない、なるほど、うん、じゃあ京都ブースターも負けないぐらい来てもらわないと、あの、はい、新幹線でね近いですし、はい、ぜひぜひ、そのファイナルを味わって体感してもらいたいと思います。そうですね、もういよいよという形で、まあ、我々も今あの準備にバタバタしているところですけれど、本当です、はい、皆様のために頑張ります頑張ってますので、ぜひファイナルズの会場来ていただければと思いますが、はい、さあ優勝はとなると言いづらいですか、言いづらいですか、言いづらいですか、フェスカンワレスでの予想したのが全然当たってないですから、うーん、まあ鉄板でいくと浜松か沖縄だね、まあそうですね、経験値でいくとそうなりますが、うん、そうなんだけど、僕個人的な意見ね、はい、
浜口さんもファーストシーズンからいて、やっぱり、はい、今年仙台を出て京都で、うん、京都っていうと村があるチームだったのをここまで立て直して、はい、強いチームにしたっていうのは楽しみだし、日本人ヘッドコーチとして頑張ってもらいたいなっていう部分が、はい、やっぱ河合さんも、やっぱり中村さん陰に隠れてたっていう部分だけど、はい、1年目でっていう部分もあるんですね。なるほど。まあ僕は浜口くん、なるほど。じゃあ日本人ヘッドコーチ対決の末みたいな。まあまあまあさ、桶谷さん取ってるしねって、うん、なるほど。心情としてはね。なるほど、うん、分かりました。じゃあ、京都優勝、京都行っちゃいましたか。もう言っちゃったからもうしょうがないね。後戻りできないね、はい、あ、じゃあ、まあ、プレスカンファレンスでは当たらなかったと言われてる、ま、ごめんなさい。山根の予想としては京都優勝ということで、皆さんも覚えておいていただければと思います。じゃあ、次回はなんで自分で言わないの。私ですか。はい、私はですね、まあやっぱりですね、沖縄なぜならブースターが多いから。あの会場でお前何言ってんだって言われた時に、あの沖縄ブースターいっぱいいるんで、ちょっと怖いかなって。そういうところか。いや、あとはやっぱ有明の雰囲気ですよ。まあまあそう、うん、やっぱ初めて来たところにひょこっと勝つよりかは、お前有明ってこんだけ厳しいとこなんだぞっていうのをまあ見せてほしいなという気がしますんで、うん、まあでもレギュラーシーズンね、本当に52試合みんな戦ってきて、その中の4つですからね。いや、最後の最後ですからね、うん、もう間違いなく、まあ特に今年、正直言ってここまでに至る道のりがですね、こんなに熱戦続きだったのは初めてなんじゃないかっていうぐらいプレーオフ盛り上がってますので、ぜひ最後の最後ファイナルズご覧になっていただければと思いますので、はい、来週私がここでどこどこの優勝でしたねって言ってる時に、山根がダメだったなというべきか自分が謝ってるかどうなるか分かりませんが、ファイナルズ楽しみにしていただければと思いますので、会場もしくは BJTV でご覧になっていただければと思います。よろしくお願いいたします。山本さん、ありがとうございました。ありがとうございます。